関西中国ブロックのアクアです。作品タイトルは共生の街、誰もが住みよい街づくりです。特に触れ合い自然の広場に注目して見てほしいです。作品タイトルの通り共生の街を表現したかったので、子供から高齢者までいろんな人たちがこの広場に集まり、人や自然と触れ合える場所が欲しいという思いで作りました。目標3番は病院、福祉施設などを作り、いつでも安全に治療を受けることができるようにしたのと、介護が必要な全ての人のための施設を建て、誰もが住みよい街づくりを目指しました。他にも風車とソーラーパネルの設置や、森林減少を防ぎつつ環境に良い木を使用した家を作ったりしました。まずは SDGs のことを本で調べました。今でも貧しい生活を送っている人がいることが分かったので、支援金を募金することによってその人たちの生活をサポートしたりすることができます。また再生可能エネルギーを普段から使ったりするといいということや、森林伐採が原因で動物が住む場所が失われたり環境問題が起こる可能性があることなどを知りました。メイク行動は福祉施設の図書エリアの部屋の形を球体にするときに使用しました。レッドストーン回路は畑の作物を自動収穫する仕組みを作るときや、作物をトロッコがボタンを押すだけで運んできてくれる仕組みを作るときなどに使用しました。この町では屋根をガラス張りにしているので、日中は自然の光を取り込むことができます。太陽光発電を利用しているため夜でも明るいです。一つ目の家はベランダに木や花を植えたり、火災に備えるため貯水槽を設置したりしました。二つ目の家はレバーを引くとソファーが出たり収納されたりして、部屋を広くすることができ、座りたい時だけソファーを出すことができます。三つ目の家はレバーを引くとテーブルが出たり収納されたりします。なので部屋のスペースを有効に使うことができます。マインクラフトカップに参加して私は SDGs に興味を持ちました。普段から SDGs のことを考え、それぞれの目標を達成するために取り組みを自分でやっていこうと思いました。これで発表を終わります。